はい、今日も折り紙キングやっていきます。前回デクジーを復活させて迷いの森を出られたところだね。ヒカ、ハンマーでどうにかならんかな。うわっ、しゃべったこいつら。当たり前だけどハンマーじゃどうにもならないね。現状マリオができるアクションがジャンプとハンマーしかないからな。後々火をつけられるようになるかも、だから覚えとこうね。セミの形に折られたからって生体までセミになることないだろ。まあセミ状態で数日経ったら普通に餓死しそうだけどね。こいつら伐採された側とは思えないポジティブさだ。皮肉言われてますよ。あ、引っ張りでも助けられたの？これ助ける方法で会話パターンあるのかな？む、背景の奥にコイン、私は見逃さないぞ。スピーカーは壊すのは後にしてやる。反抗声明ですよ、反抗声明。お、早速読んじゃおう。羨ましかろう。あ、はい、急ぎます。事態の深刻さと裏腹なまったり散策だったからね。だがこういう散策要素を後回しにすると面倒くさくなってしまうのだ。まあキノピオ救出は戦闘のメリットもあるし、どんどん散策するぞ。この花壇一つだけ花が咲いていない。妙だな。殺人事件起こりそう。特に意味はないのかな。まあ一応覚えとこう。これは、あからさまなヒント。これ見よがしに、地面の色が違うね。ゼルダだったら掘るか、種を植えるかしてたんだが、これも、現時点では何もできないかな。これも覚えておこう。火をつける、花壇に、花を咲かせる、地面を軟化する、覚えることが増えてきたね。トゲ床を渡る方法もあったか、メモっておいた方がいいのかな。完全に、これだ。デクジーが犠牲になったの。キノピオって真面目なイメージあったけど、意外と協力的なんだな。お、やっとキノピオタウン近くか。キノピオタウンへは急がないのね。まあ待て。目に入ったすべての木を叩かないと気が済まないんだ。お、これがスライドか、ほほーん。リング回転と組み合わせるとなかなかややこしくなりそうだね。
オッケーオッケー、任せな。ペラペラ同士、人間同士仲良くしよう、ぐらいのクソデカ主語だな。あ、まとまって帰るって、そういう物理的な話。しかし、折り紙陛下、人間を異星人に作り変えるみたいなもんだから、とんでもない話だよな。ペラペラを折り紙兵にしたら、それにペラペラを捕まえさせて、みたいに、ネズミさん的に戦力が増えてくわけだもんね。怖い怖い、マリオがいなかったら3日で制覇勝利されちゃうよ。なんか、後ろで歩いてるね。なーに大きくなったとはいえ、所詮はクリボーよ。大丈夫だって。くっ、紙っぺらが足りねえ。おもむろに花を叩き始める成人男性。なあに、この世界の歪みを正すだけだ。花を叩くぐらい許されよう。言い方が悪役なんだよな。あ、スカスカ穴って悪さで生まれるものだったんだ。じゃあ、地面のスカスカは、こいつが寝そべって食べたのか。シュールな絵面だな。まあ待て、あいつを倒すのは、いいけどまずはセーブだ。普通に怒られたね。感情が昇るブルと、敬語が崩れるオリビア可愛いな。泣いてる。感情の自己主張が強いやつだ。こいつ、さては弱いな。行動パターンは、突進しかない感じだね。なんとパターン化がしやすい敵なのだ。デカクリボー、PV とかで見た時はちょっと怖かったけど、予想以上にクソ雑魚で全然怖くなくなったな。銃を手に入れた途端にホラーゲームの敵が怖くなくなる現象だ。未知で対抗手段がないのが怖いのであって、倒せるようになるとね。お、かゆう馬的な式だ。捕まらずに逃げ切ったキノピオもいるのかもね。よし、クローゼットを漁るぞ。空き巣ですよ空き巣。あるじゃねえかよ、コインと剣がよ。おやめください、勇者様。もう、勇者しない。しかし、たった100コインポッチか、大した額じゃないな。窃盗しておいて、この言い草である。テーブルの上の食器も壊せないし、次行こうか次。その後、街で、いろいろな施設を見つけたものの、どの店も閉まっていて。街の中をぶらついていた、デカクリボーを成敗し、お、ここはカフェテラスちゅうところかい。都会は、ハイカラなものが多いっぺな。うわ、誰かいた。え、勝手にタダでもらっちゃっていいんですか。
この兵法がいなかったら、危機としてドリンクを奪ってただろうに。まあ、それは、その通りだけど、他人が、法に触れそうなことしてると止めたくなっちゃうな。さて、これで足が速くなったらしいが。おお、ほんのり速い。だが、実は一価格が気になる。いつもはいくらなんですか？50コインと20コイン、確認、よし。ああ、足が速くなる効果切れた。何を一人で大騒ぎしてんの。畜生、結局金を払うことになってしまった、せっかくの試供品が。といったところで、今回はこのあたりで。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。